うん、大丈夫じゃない。いつかいらっしゃい。昨日のローがめちゃめちゃ痛いですね。全然大丈夫じゃない。みんな強すぎるんだって。立彦さん強すぎでしょ。軽く蹴った軽く蹴ったってみんな言うんだけどさ、どれで分かってんだよ軽く蹴ってんのは。でも俺素人、蹴られたことない人からするとめっちゃ痛えよ。腫れてはいないね。中の筋、筋肉、腫れてるのか。ピンポイントで急所疲れた感じだね。あと腕が痛い。こっち側はなんか色がおかしいね。ここはもう完全に痛い。腫れてるし痛い。これはでもね、あの痛いんだけど、辰彦さんの方が痛かったはずなんだよ。辰彦は攻撃で作ったあれだから、こっち側とこれは、まあ、これは擦り傷だから痛くない。痛いよ、もう全身こんな感じだよ。痛いよ。はい、ワード2。いらっしゃい。ワード2でーす。おお、ゆうゆういらっしゃい。昨日ありがとね。まあごめんね、なんかいつも来てくれんのに全然挨拶も録音できなくて。ゆうゆう昨日ありがとう。大阪先輩とラブラブだったね。全身痛い。もうさ、あの日曜日の次の日は爆睡コースなんだよね。体力が回復しないからもう体が寝ることを選ぶんだよ。まだ寝てろまだ寝てろって。やっと目が覚めたよ。お、マサトさんだ。昨日ね、マサトさんいらっしゃい。マサトとクラウスとマサトプアカオとかマサト戦ばっかり見てた。やっぱりミドル級だと体重が近いし、あのマサトね、世界一になってるからキックの試合だし勉強になるなと思って、マサトさんのなるべく優先してみようと思ってて、マサトさんの練習一回だけ見たことあるの。22歳の時に営業やってる時に、なんだっけ、三軒茶屋だっけ、あの人、あのジム構えてたの。そっから遠くからね、ウェーウェーウェーってずっと聞こえるんだよ。ウェー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 って2時間ぐらい聞こえてて、なんだこれみたいな。でも商店街とか別にざわついてなくて、
なんでこんな大声出てんのに誰も普通に生活してんのって聞いて、八百屋さんに聞いたの、これ何の声使ってた、あーこれマサトさんだよって言われて、すげえと思って、マサトさん毎日こんな感じなんですかって言ったら、うんつって、もう名物だよこれって。だから世界一になる人はすごい、うん、商店街中にマサトの声が響くんだよ、蹴りの音と。練習見たことあるわけじゃなくて、それを覗いたっていうかさ、あの窓から、あ、マサトさんだって、あれは若い頃の思い出だな。世の中に世界一取る人は練習量が半端じゃないっていう、うん、これが世界一の練習かみたいな、うん、町のシンボルに変わるからね掛け声が、あ、かっこいいしね。うん、戦い方は俺アンディ・サワーが好きだから、うん、ファイトスタイルはクラウスとか、あ、ブアカオじゃなくてサワーが好きだった。サワー頭めっちゃいい、あいつ。サワー強え。いや、メロンパン今食べ終わった。あのね、近くにあるスーパーのメロンパンがめっちゃうまいんだよ。だ、安売りしてるときいつも買うの。中にメープルシロップが入ってるメロンパン。そうそう、なんだってなんだよメロンパン食ったらダメなのかよ。どうやった？痛いよ、うん、こんにちは。ハンバーガーじゃない。のんちゃん帰った。起きたらのんちゃんいなかった。のんちゃん帰っちゃった。試合前に怪我？いや普通らしいよ。これが小さい怪我はね、もうみんな小さい怪我との戦いだって。怪我しない格闘家なんていないって言ってたよ。ロレさんも便所太郎さんもそれを騙し騙しやるんだって。怪我するに決まってんじゃん、殴り合いしてんだもん。いくら軽くとはいえさ、大の大人が。なんかでもシークレット選手また出るでしょ。まあ便所太郎さんのツイッターに書いてあったけど、今日発表でしょ。もう一人追加らしいよ。もう一人選手追加らしいよ。一人の意味が分かんないけどね。誰が出るんだろう。これ誰なんだろうな。緊急出演決定。誰だこれ。全然分かんねえ。これちゃんまんだったら激アツだよね。ちゃんまんだったら激アツじゃない ?TJ はもう出るの決まってるよ心の怪我してるから戦いは弱い何心の怪我ってメンタルやられてんの。便所さんも昨日結構コメント打ってくれてたんだよね。いや俺ちゃんまんだったらすげえ嬉しいなと思うけど。佐野が復活したから、まあ、タイミング的にはありえるよね、うん、ゲスト的な感じ。あ、じゃあ佐野決定でしょう。だったら佐野濃厚じゃん。3万濃厚でしょう。え、そしたら俺超嬉しいんだけど。
竹本とかいらねえわ。ゲストでもなんでもねえわ。金払って来いよ。竹本とかいらねえよ。お前は1万円でも5000円でも払って見に来いよ。うん、鶴の神とか竹本とか呼んだらいいでしょ。もう金払ってきなさいよ、あの人たちは。ねえ、佐野はレジェンドだよね。試合で、ああ、まあそれだったらいいんじゃないの。竹本はどうかと思うけど、竹本下手れたから絶対出ないけど、鶴の神はいいと思うよ。竹本は意味ない、あんなの。あんなの呼んでもダメだよ。スポンサー入ってるし、トラブルになりそうな人は呼ばないと思うんだけどな。いや、と言いつつだよ、俺分かるんだけど、マーチさんの言ってることも分かるんだよ。だけど、諸刃の剣だけど、なんだかんだ言って、スポンサーを、ちゃんまん入れてちょっとトラブル起こそうぜみたいな、悪ノリの人がスポンサーしてるから、俺実はスポンサーの人たちさ、結構その有名な人たちばっかりだから、あ、これはこの人、これはこの人って大体分かるんだよ、俺も。放送長いと。あ、これはこの人だな、これはこの人のここで、これはこの人だって。で、会ったことある人も何人もいるんだけど、全員配信大好きなの。だからね、多分ね、スポンサーにはなってるけど、ダミーの名前でなってるから。うん。そう。便所太郎さんの企画で、便所太郎さんのファンなわけじゃん、スポンサーになってる人たち。悪ノリ大好きなんだよ、あの人たち。やろうぜ、みたいな。いたずら大好きっていうか。うん。今日、朝、佐野に電話して話したけど、なぜか放送はブロック。ほう。ねえ、シャンマンだったら、俺は、便所太郎さん、すげえと思うけどね。3万来たら佐野狙ってる悪い人たちも来ちゃうからみたいなこと前に言った。ああ、なるほど。それはあるか。それはあるな。それはあるな。めんどくせえな。うん。めんどくせえな。確かにあるな、絶対。で、その人たちって、俺のこともなんか狙ってる人たちでしょ。3万めんどくせえからこの辺の雑魚片付けようっつって、俺にも牙向いてきそうじゃん、なんか。わかる？なんか飛びしそうだから俺めっちゃ嫌だわ。嫌だな、それ。うん。もしかしてミラクル登場人物あるかもしれないんだ。いや、今日発表らしいよ。うん。おかずレーザーさんいらっしゃい。ゆいが危険したよ。もう古いよ、話題が。ゆいが危険とか。昨日のさ、スパーリング見てくれた？みんな。昨日のスパーリングもう一回見る？昨日のスパー。香川さんに1票。俺、香川さんとちゃんまんだったら、俺はいい。俺、前から香川さんオファーいい。絶対いいって言ってたの。これ、何がいいかっていうと、香川万博にとってもいいし、要は香川さんの今後の展開にもいいし、絶対うまくいくんだよ。あの、イベント主同士が仲良くなっておくと。そしたらさ、いろいろ発展があるじゃん。俺、香川さん絶対いいと思ってんの、今回。だから香川さんでも嬉しい。うん。ドレッドヘアみたいな、そうそうそう。それが気になるんだよね。スパーリング見ようか。配信者じゃないか。なるほど。そういうパティーンね。なるほど。じゃあちょっと待ってね。ちょっと待って。昨日の練習。昨日の練習見ますか、みんなで。ちょっと反省会やろうぜ、反省会。こっちでやるとコメント読めねえのか。あー、そういうのがあるのか。ちょっと待ってね、キャプルから。昨日の練習がこれです。YouTubeThank you.
昨日の。あれ？なんだ？サイズが合わないな。あ、そっか。こうか。じゃあ、昨日の練習見まーす。OK ですか？画面ちょっと小さくするか。いきます。蹴るのに集中してガード忘れてるんだよ。ガード下がってるし、もう攻撃に集中してる。ちょっとまだ距離感分かってないけど、ローに集中。これで僕は今左足動かないです。こんな軽いのって思うでしょ、みんな。こんな軽いのでって思うでしょ。めちゃめちゃ痛いから、これ痛いとかじゃないのよ。もう痺れて動かないのよ、足が。で、ドレさんに聞いたの、これどうやって耐えるんですかって言ったら、我慢しかないって言われたから。そんな我慢ってどういうことだよ。これ我慢しかないって言われたんだよ、俺。これも大事な経験なんだ。これ我慢しかないんだって。要はパンチで終わるんじゃない、ローキック一発で終わるんだもん、うん、いや、マジで入った。俺、生まれて初めてこんな綺麗にロー入ったから。いや、当たり前、上、ガラ空きだったの。だから、気をつけたけど、安彦さんいらっしゃい。足どころじゃない、全身怪我してるよ、俺。そうそう。あとね、一言言い訳していいっすか。一言だけ言い訳していい。俺さ、ちょっと悔しかったのが、体力ないって、体力ないけど、ね、言い訳させてもらうんなら、俺さ、シャドウとミッド7ラウンドやったよ。あのさ、めちゃめちゃ疲れてる上に、あの、鼻も呼吸できない、口も呼吸できない中でさ、スパーリングだぜ。でさ、みんな体力フルの状態でやってんじゃん。お、そりゃ俺疲れるだろう、みたいなさ。結構走り込んでるんだよ。だから、あの、スタミナは多少ついた方なの。でも、言い訳したかったけど、まあ、練習中に管巻くのは嫌だから、あの、後で言い訳しようと思って。まあ確かに、でも体力3ラウンドは無理。だけど、ああ、なるぜ、後半。はい、続きです。めちゃめちゃ痛いよ。じゃあもうこれさ、みんな途中から見てるからあれだけどさ、スタミナはついた方だと思う。1ラウンドフルで戦えたじゃん、こっちは。いや、1分以上戦ってるよ。まあ見てもらえば分かるけど。トラウマどころじゃねえよ、超怖えよ。何回ボコられてんだよ、俺。一回も勝ってねえかんの。対戦相手が強すぎるんだって、毎回。スパーの人がさ、ほんとみんなさ、格闘技経験ある人ばっかりなんだもん。いや、だからありがたいんだけど、強えぞ辰彦さん。手加減してもらってるとはいえ、そう、練習相手がね、格が違うんだよ。地下格闘技25戦出てんだよ、この人。左は何発かいいの入ったね。左がね、あのジャブじゃなくて、自分では気づかなかったらしいんだけど、ここ1週間磨いたんだよ。これが左ストレートになってるんだって。で、え、ジャブじゃないのにいいんですかってドレさんに聞いたら、あ、もう左ストレートでいいよって。そう、ステップインして思いっきり振り抜いてんの。もう当たんなかったから、前回。言い訳したいのよ。フットワークはない、俺。だから縄跳び買った。今日から縄跳び入る。うん。ローの蹴りもうちょい上げないとね。これ嬉しかったな。左が当たるようになったのはすげえ嬉しかった。何発も入ったよ。あとあれだよね。これ動画見て思ったけど、フォーム綺麗になってるよね。全然変わってるよね。そうね、あんまりね、その、なんつうの、ガードが下がらなくなったし、まあ、2ラウンド目ひどかったけど、結構変わってきたよね。腰引けてないよ、全然。
ヨルさんがコンクリートだと縄跳び足痛めると、マジで、あ、じゃあクッション性高いスニーカー履いてやるわ。なんかね、やっぱね、まあ、この後2ラウンド目に入るんだけど、これが2ラウンド目なんだけど、これはもう体力ダメだったね。体力が全然ダメで、辰彦さんのジャブが急にやっぱキレが、相手の懐にも入りきれてねえじゃん。入ってるよ全然。多分ソレイユは素人すぎ、分かってなすぎ。ベストパンチ入ってるから。違うんだよ、相手の懐に入ったらパンチのインパクトないんだよ。分かってなすぎ。見せてやるよ、距離感抜群に入ってるから。むしろジャブ良かったよ自分で。相手のもらあのパンチの被弾を避けて、さらに相手の懐入れてるよちゃんと。ちょっと待って、見せてやる。それはね、素人すぎる。バックブローじゃなくてね、いいシーンがないな。ちょっと待って、ジャブはちゃんと入ってるよ。出ないな、うん、懐入りすぎてもダメなんで、危ないんだよ。ジャブのシーンが出ないね。懐入ればいいってもんじゃないから。裏剣もポコポコだって。裏剣教わったの初めてのしょうがねえじゃん。そう、何もできないやつほど文句言うから。ほら当たってんじゃん、あの距離で当たってるってことは伸びてるってことなんだ。かすってないよ、全然入ってるよ。辰彦さんに聞いてごらん。もう時間ないぞ。全然入ってる入ってる。あ、手加減してんのはそれは本当、うん、だってあれは本気でやったら絶対ひとひねりでやれちゃうぐらいだもん。相手が手加減してんのは本当だよ。フォームだいぶ綺麗になってきたね。初めに比べたらまだまあまあやっとって感じかな。やっと 10% ぐらい、やっと 10% ぐらいじゃん。でもあれだね、あの組み技になったら、組み技になったら相当有利だと思う。あの2回取れてるんだよこれ。あのドレさんから教わったドレスペシャルあるじゃん、ドレさんのオリジナル技。もうあの接近戦になったらもらうからこれやれって言われたやつ2回決まったの。これね、多分ねテルチャンピオンに近づいたら俺勝てるよ。これ組み技からの相手、ほらこれ膝入れなかったけど相手ぶん回せてるじゃん。これドレスペシャル超有利これ最初頃と比べればね、まだ形に全然なってないから今日から縄跳びやる。これ2回決まってんだよ。これはね、相手もねわけわかんなくなるっていう。そう、対処の仕方がわかんないんだよ、独特の技だから。そう、これねさっきの方でも決まってんの。今回はねちょっと練習してたのが成果が出たかなと思って嬉しいんだよね。結構やりたいことがでかいっていう、やりたいことがやっと。ただこれでも負けるよ、はっきり言って。これでも負けるけど、
パンチが当たるっていうのは俺からしたらすげえ進化なんだよ。当たらないパンチが当たるようになった感動があるんだよ俺は。ってことはワンチャンスあるようになったんだよ。そう、技、そう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 、もうカズレーさんの言う通り、やっと左っていう技ができたんだよ。当たるって、当たんなかったら技でも何でもない。フォームが綺麗だろうが何だろうが、しかも伸びてちゃんとインパクトのある左ができるようになったから。達彦さん言ってくれたもん、これ左でも倒せるよって。ほ、次の次、次次にね出るやつがこれ、あの追いかけるジャブなんだけど、嫌が、嫌なんだよねこれ、これこれこれ。いろいろ意見があってもいいが、本人のやる気を速度いかない。あ、いい、ありがとうやつ。ほら、決まってるでしょ、決まってたでしょ、今。これ、あの、力抜いてやってるけど、あの、相手の関節ガチッと入って、あの、本気で蹴り上げたら KO だからね、これ。クリンチ、クリンチからの相手取って、ここ。これわざと軽くポコポコって当ててるけど、2回入ってんだよ。これ実は KO パターンだから、ほら、2回目もこれ取ってるでしょ。だからね、これはね、実はこの2つが嬉しい。ジャブと、もうこの関節、首相撲が覚えられたっていう。動体視力悪いっすよ、僕。反射神経と動体視力は運動音痴だから。寝技ありには今から変更されたら俺はブチ切れますね。絶対ありえない。寝技ありだったらありで、最初から言わないとダメでしょ。それはない。面倒さんもそういうバカなことはやらない。みんな必死になって練習してんだから。で、こっから体力もうないね。膝入ったら決まりますね。このボディ痛かったな。このボディ打ち分けてくるんだよ途中から。ほらボディ、ボディうまいよね。もうこっから体力ない。もうこっからはもうサンドバッグです。これはもう試合でこんなんなってたら負けだよ。2ラウンド目がちょっとひどい。寝技の方が有利とか言ってんの全然素人だよ。ルールが変わるから競技が変わるんだよ。戦い方が全く変わんの。だから近づけなくなるんだよ。だから相手は、相手は地下格闘技25戦の人だから素人じゃない。そんなにそれいいよ。俺が強いって言うなら日曜日来れば、達彦さん来るからスパーやらせてやるよ。そんなに俺の方が強いって言うんだったら日曜日来いよ。日曜日来るか、それいいよ。俺とスパーするか。じゃだからそれいいよ、来いよ。日曜日やってやるよ、うん、来いよ。もう一ラウンドあんだぞ本当は。お前コメント欄荒らすなよ。でこれが昨日の試合だったの、昨日のスパーリング。その他見ようか。じゃあどれくらい変わってるか、その先週のやつ見よう。先週のはもうひどかったから、パンチ一発も当たんねえし、前、そうっすね、前距離感自分でもよくできるようになったなって思いました。結構その課題、なんか自分が目指してた課題っていうのは左を当てることと距離感、要はインパクトとかいろいろあったんですけど、あの、よかったですね。じゃあ今度ドレさんとのやつやり、流します。先週のやつね。先週はどれくらいだったかっていう。タチュヒコも頭が痛いと言ってました。左ストレートが効いたらしいです。左は結構、あの、いいの、あの、当てさせていただきました。もちろんあれだよ。タチュヒコさんが、あの、なんか手加減してくれたから当たるっていうのは分かってるけど、左はね、多分ね、あの、何発かいいの入ってますね。
ありがたいです本当に。これが先週のやつ。多分動きが全然違うはずなんだよね。左当たってないんだよ一発も。辰彦さん相当強えかんね。ほら手打ちになってるじゃん。いやドレさんうめえなやっぱ、全部いなされるからね。もうだからテクニック俺ないからガンガン攻めないとダメだわ。綺麗にワンツーワンツーでもワンツーローワンツーローとか、うん、もう相手後手に回ったらもうアウトだね、うん、右打ちすぎ、左一発も打つてないから、うん、ボコボコですよこうなると。距離もね測れてないもんね。正面に立ちすぎてるもんね。顔当てないね俺。でもね、あの今だったらドレさんに一発ぐらいはジャブ当てることはできると思う。多分本当はドレさんとやりたかったんだよ。効いてるんじゃなくて体力がどんどんそがれていくの。効いてるんじゃなくてね、プレッシャーがすごいのよやっぱり。だからね、何もしなくても体力がすげえ減ってくの。でもあと当たらないから、そのすぶなんつうのなんつうの、どん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 ダメになってくんだよ。どれさんに当たんなかったんだよな。ドレさんは格闘技、総合格闘技なんだけど寝技ありの20年やってる人だね。 あ出た。大丈夫か、足ぐねった。だから言い訳だっつうならお前やってやるから来いよ、練習しようぜ俺と。そんなに俺より強え言うならなあ、みんな、そんなに俺より強えアピールすんな、コメントじゃなくて来いよ、全然やってやるから。スパーで全然やってやるよ。あ、ダメだねやっぱり。これ話になんないわ。もう向きになって全然大振りでさ、こんなの当たるわけないもん。ボッコボコですよこれね。やってみないと分かんないよみんな。これがドレさんとの。当たんねえ。当たんねえっつって。当たるわけねえだろ。20年いやだからもうキレが全然違うって、格闘技やってる人はみんな言うね。でこれが一番最初のスパーリングね、先々週。もうこれが一番ひどいやつ。ホームページ自分で2回前のやつね。作ってみませんか。 WIX なら素敵なホームページを簡単に作成できます。3分、最初は1分動けなかったですね。これが2回前。タイガーマスクとマススパーリングします。でこのタイガーマスクっていう人はリスナーさんなんだけど、10代の頃喧嘩だけで飯食ってたのよ。だから喧嘩何百戦ってやって喧嘩だけで飯食ってた人だから、ガチ勢ばっかりなんだよね、うん。だ一番強いのが多分タイガーなんだよ。タイガー強いっすよ。タイガーはマジで強い。だからドレさんも言ってたもん、俺も怪我するからやらなかったって。寄らなくていいから。了解です。ヘリのディフェンス覚えてる。まっすぐじゃなくてタイガー強いっすね。だって太ももの太さ見てよ。太ももとか体、腕の太さとか、ドレさん太ももの太さドレさんよりやばいでしょ、うん。あ、それ本当なんですよ。喧嘩で飯食ってたんですよ。
これ本当ですよ、ハッタリじゃないよ。街で喧嘩慣れしてる空気。そうそう、いやだから本当に喧嘩だけで飯食ってたのよ、あのタイガーは。いやだからタイガーっていうのは 親に捨てられちゃって16歳で天涯孤独になって、であの生計立てるためにその町の不良に話しかけんの、ヤクザとか不良とかに全財産かけて俺と喧嘩しねえかっつって、で相手が嫌だっつったら喧嘩しないんだけど、相手がおおやってやるよっつったらもう 全額かけて、財布の中身全額かけて戦うっていうのでずっと生計立ってたの、うん、いや不良に声かけて生計立ってたの10代の頃。もうそう、漫画の世界なんだよ。だけど動き見たらわかるよ。で今はもうそれ十何年前の話なの、それが、うん、喧嘩で飯って用心棒以外でどうやって。だからストリートファイターだよ、ストリートファイター100、マジ強えから。みんな見えてますよ、漫画みたいだよね本当に。だから超強えから、足の太さ見てよ、足の太さ。やばい、プロレスラーだよ。足腰、あのお尻の太さってもう相撲取りみたいな、すごいバネなんだよ。もう本来戦っちゃいけない人だよ俺。いやだから超怖いよ、やっぱり手加減してくれてるとはいえ超怖いよ。タイガーの中身メンゾ太郎さんじゃないよ、リスナーさん、正義の味方っていう人、超強いから。手加減してくれてもマジ強いよ。十何年前のことなんでわかんの？俺だって俺のリスナーさんで俺何回も来てるもん、俺の家に遊びに来てるもん。スパーリングをどうやってやっていいのか分かんないと初めてだからもうダメなんだよこれ。タイガーの顔知ってるよ俺、飯も食ってるし。いや声で分かるでしょ、弁当太郎さん会ったことは分かんなかった。てかタイガーは弁当太郎さんよりガタイいいぞ。いやあのね、拳とかで分かるの、要はあの空手家の拳とか喧嘩屋の拳って潰れてるんだよ。っていうかね、あの、のりおさんね、あったらわかるよ。あ、これ本当だって。体重ね、100キロオーバーだね。110キロだったっけな。うん、110キロぐらいだと思う。全然距離感とか分かってないし、全然ダメだね、これ。途中から、あのタイガーが当ててくれるんだけど、遊ばれてるよ、そりゃそうでしょ、子供みたいなもんなんだから。タイガーマスクはかなりしてるのが雰囲気でもわかる。わかるよね。てかスパーのやり方わかってないよね。当てていいのかわかんないから、よくわかんなかった。30秒。何もしなかったら倒れない。出さなきゃ。フットワークっていうかね、体幹、要は正中線がブレないんだよね、タイガー。だから怖いんだよ、威圧感が。今のジャブがそれがいい、それでいい。ジャブは距離を測るためのもの。距離が測れたらすぐ右出せ。下向かない。下向く癖治ったね、でも。多少まだ残ってるけど、前すぐかがんじゃってたもんね。これ治ったのよかった。
蹴り振り抜いちゃうんだよね、俺。ワンツロー、遅い。ワンツロー、そう。早くワンツロー。オッケー、タイム。もう1分測るよ。もう1分ですぐ次行くよ。この後ですよ。休憩、水飲んでいいっすよね。ちょっと出しなって。7回ダウンされるのはこの後です。ボッコボコにされるから。まだまっすぐ下がったりボッとしない。回るか攻撃するか。振り抜いてもいいんだけど、回転を速くすればいいって教わった。すぐ戻れるっていう。振り抜きは全然プロでも使うから。また水やるんで。俺の場合回転が遅いの。ちょっと前蹴りをどうして蹴ってもらって。前蹴りの防ぎ方。試合の相手は24歳のスポーツ選手ですね。サッカー選手です。これね、なんだ、2週間前の昔のやつ見てる。YS さん。生まれて初めてスパーリングやった時のやつだね。顎を守らなくちゃうのになんで下を向いちゃうダメなの。相手のパンチボコボコになるからサンドバッグ状態になるの。要は相手やり放題で、自分はもう受け身になっちゃうから、避けることもできない。でももらう前提になっちゃうのよ。やりたい放題な相手からすると。この時に昨日の新技できてたら当たってたかも。いや、それでも勝てるとは思わないけど、当たりはすると思うよ。動きが全然違うから、俺の。下向くと気持ちも下向く。いや、そういうのはないけど、もう、なんつうの、もう、俺は反撃しませんって宣言してるようなもんだから、相手からすると超やりやすいんだよね。そう、ナイスナイス。いやいや、今のコーチすごい。押して離れろ。絶対もうこれ。おい。これ指導してるドルさんだったらどう料理する。いや、普通に強いって言ってた。タイガーは普通に強いって言ってたよ。まあ、だからタイガーとはやらないって言ってた。俺も怪我するから。ガードがもうガッパガバ。右手上げとく。これはなんか俺が負けたらシャレにならないから俺はやらないって言ってたね。ゆっくり10秒重ねて。こういうことあるんだから。うん、いや、ドルさんが普通に強いし、スカウトしてたよ。今からでもいいから、俺とか、ジム通って、チャンピオン目指さないかみたいな話してたよ。ええと思ったもん。ドルさん結構本当にタイガーに惚れてて、いや、強いっつって、今からでも世界狙えるって言って、本気でやろうみたいなこと言ってたよ。うん、それ笑えたもん。まだ1分しか経ってないんだぞ。でも喧嘩強いの自分で分かってるから、格闘技興味ないんだって。タイガーは勝てちゃうの分かるから。まだ2分いってないんだ。10秒数えたで。10秒。でタイガーのパンチはドルさんのパンチとか、タチュヒコさんのパンチと質が違くて、首がね、ガキガキっていうの。軽く打ってるのに、首がボキボキっていうんだよ。もう全然違うの、パンチが。ガードこうやってんだ。だから首がむち打ちになったんだよね。もうこうやってたらさ、打ったって当たんないんだ。だって腕の太さやばいじゃん。これさ、体でかいけど、絞ったら筋肉の塊だよ。いいよ。これ脂肪もあるけど筋肉だかんね。手加減されなかったら死んでるわ俺。ブハさん、相手の体格見ろよ。Napakahalaga ng bawat tawag sa ating pamilya. Dapat sigurado. 相手の体格考えて言えよ。じゃあできるのかっつったら絶対できないよ。超怖えかんね。ジャブでこの威力だよ。見た今。
もうザブの振り抜き方やばいでしょ。これマジダウンだからね、ザブ。この後に来るザブ見てて。ボーン。これで首バコバコだよ。超芯入ってるのわかる？このザブ。前に比べたらね。いや、やってみろって、ポジポジさん。超怖えから。気持ちは折れなかったよ。全部立ったよ。ドレさん笑ってるからね。超怖かったよ。こんなの人死ぬわ。強すぎるわ。いやいや、きついな。前出ろ前出ろって言いながら笑ってるからね、ドルさん。ちょっとストップストップ。 OK。 蹴り振り抜けばいいのに。この頃分かんなかったんだよ、そのなんか、なんつうんだろう、初めて人と前でパンチ打ったり蹴りやるから、どうやってやっていいのか分かんなかった。経験してみると分かるよ。だから俺さ、俺意味分かんないんだよ。テルチャンピンその練習の前にテルチャンピンより強い人とばっかりやってて、タイガーは喧嘩無敗の喧嘩師でしょ、ストリートファイターでしょ、タチュヒコさんは地下格闘技25戦出てるファイターでしょ、ドレさんはあの本気でプロ目指してる総合格闘技20年でしょ。なんかなんでこんな強いやつ集まるんだよみたいな。もっと弱えやつ来いよ。ふざけんじゃねえよ、いじめだろこれ。なんで強いやつばっか俺のところに集まるんだよ。いじめだよ、いじめ。こんにちは。おかしいだろ。いいよ。強いやつが集まってくるんだよ。環境超恵まれてるよ。もうぶっちゃけた話、こんなパンチもらってたら、あの、テルのパンチなんか怖くねえもん。そう、みんな強いんだよね。おかしいだろ。みんな強え。まあそうだね。だからあの怖くないと思うよ、多分テルと戦っても。怖さはどんどんなくなってってる。最初の頃は超怖かったけど、なんかね、そのパンチが重いのもらってるから、多分テルのパンチじゃ倒れなくなるよ。地下格闘技の大会、わかんない、それは。なんか地下格闘技っていうジャンルがあるんだって。それはタチュヒコさんに聞いて。うん、そうそう、ドレさんにやっぱり集まってくるんだろうね、うん。レベル1のスライムがハーゴン。そうだね、そういうレベルだね。スライムが戦って勝てる相手じゃないっていう。ジャブで全部倒されるかな。どっか優しいから本気で殴るの。あ、この時は躊躇してるね。ビビってるのと躊躇してるのはある。ただ、今回やった、後でもう一回流すけど、達彦さんの時は本気でやらせてもらったよ。もちろん本気っつっても 100% の振り抜きの本気じゃなくて、6割、7割ぐらいの力では当てさせてもらった。要はスピード重視してるパンチは打たせてもらったよ。だから、テルの場合、試合の場合、それは振り抜くけど、そう、これくらいまでならやっていいんだっていう経験則がないんだよ。和道さん金バイト練習すれば。そうだね、そしたら結構面白いんだけどね。
まあ、金梅さんからワドをちょっとスパーリングやってって言われたら俺行くよ。つか本番はさっき全開のワドを見せてくれ。そりゃそうだろ試合全開でいつ見せるんだよ。やるよ全然俺は。この頃は意識朦朧としてたね。記憶がない。こっからは全然記憶なくて、もう立ってるだけで精一杯ってレベルだった。じゃあこの動きを見た上であえて見てみようか。もう一回昨日の動きを、もう一回だけ昨日のやつやろうか、うん、体格差が全然違うよ。これが昨日ね。やっぱ動きが違うね、ちょっと。怪我大丈夫？バレーニャさんいらっしゃい。まあ、しょうがないっすね。やっぱ勉強しないといけないから。そうそう、昨日は本気で、少し本気でやらせていただいた。研究したいからさ、自分の動きを。これ痛かったな。これも大事な経験なんだ、はい、要はパンチで終わるんじゃない、ローキック一発で終わるんだ。今大体そのローキック取ってないよ。裏剣顔に何発も当たってるよ。当たってる当たってる。ただ聞いてはいない。多分ね、一番その辰彦さんが嫌だったのは左ストレートドローだったと思う。人生変わったわ、人生変わったとまでは言わないけど楽しいよ。楽しい。その、なんだろう。楽しいよ。やっぱ技を覚えるっていうのは。人生はまだ変わってないけどね、何も。そこまでやってないけど。なんかいい本当に応援してくれる仲間がいっぱいいるなと思って、愛されてるなと思って、それは嬉しい。辰彦さんとかゆうちゃんとかドレさんとかタイガーさんとか絶対忘れないもん。一生の思い出になるよこれ、うん、ローキックは足が動かなくなるって感じかな。座り込んでも痛かったんだよ。足がずっとビリビリしびれて動かなくなるって感じだった。芯に当たると。でもね、ちょっと良かったなと思ったのが、あの、辰彦さん、ピーカブー系なんだよ。ガードが結構硬い系なんだけど、すり抜けてジャブ入ったのは良かったなと思った。ガード硬いのに、ジャブが入るっていうのは結構、その、相手がディフェンスに回ってもいけるっていう、攻撃に転じられるっていうのは強みだなと思った。キックは、そう、受けるしかないんだよね。思い出残すのはちゃんと試合に帰ってくれよ。応援してんで。ありがとう、フールさん。ありがとうございます。いい試合、一番いい試合できるように頑張ります。みんなの記憶に残る試合をやりたいですね。すごいいい人だよ辰彦さん、すごいいい人だよ。これがね、試合で決まれば勝ちなんだけどね。これが試合で決まったら勝ちですよ。みんないい人だよ。タイガーもめっちゃいい人だよ。だってさ、わざわざ遠くから来てくれてさ、ワドを強くしようって鍛えに来てくれてんだよ。普通できないよ。応援しようとかさ、あの、会いに行くって結構労力かかるからね、うん、そうだね。これは生放送の醍醐味だね。弱っちいやつがどれくらい強くなれるのかみたいな。しかも作られた演出とかじゃないじゃん。もう明らかに生放送だから。やっぱ本気になった辰彦さんのジャブ速えな。ちょっとスピード上げてくれてんだよジャブの。
辰彦さんの序盤のジャブのキレがめちゃめちゃいい、これが決まればな、これ決めたいな、ドレスペシャル、ドレさんから教わった必殺技、ワンツローワンツロー、いや楽しいね、やっぱ格闘技最高だね、出せ出せ出せ、手を出せ、そう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 、強い人は力加減できるよ、弱い方はできないんだよ、要は強い立場だから相手の力量が分かってこれくらいじゃないと怪我するなっていうのは分かるけど、弱い方はできないんですよ、弱い方って俺のことね、俺は全力で向かうしかないから覚えた技を、辰彦さんはちょっとだからギア上げてくれたんだよ、さっきと打ち方変わってるはずなんだよね、マウスピースしてるだけで喧嘩してたんだもんね、そうだよ、マウスピースとか防具つけてるけどこれ喧嘩だからね、ある意味喧嘩とはちょっと違うかもしれないけど、要はね、殴り合いしてるってことは喧嘩と一緒だから、でもルールがあってちゃんとね、尊敬があってってリスペクトがあってやってるから喧嘩じゃないだけで、そうやってることは喧嘩ですよ、でもお互いの信頼関係がないとこれはできないけどね、バックブロー難しいんだよな、ガードが傾けてフック外からガードの外、そうそうだそうだそうだ、ガードの外から打て、バックブロー、バックブロー、辰彦さんがえいえいって打て打てって言ってくれてるんだよ、これ出せ出せって、要は防御してるからサンドバッグになってるから出せよ出せよって言ってくれてるの、ウェイウェイ打て打てワードって、いやーきついなーだっせーな、すがだっせーな、これヘタレだな、ヘタレ変えるかお前は、いやー痛いっすよ、両方とも痛いっすよ、カエルですよカエル、まあこんな感じです、はい、いい練習ありがとうございます、いい練習させていただいて本当に感謝です、ねえ、いやー頑張ってるっていうか必死にもがいてるに近いかな、正直言うと、もうそのやっぱり俺はいつも言ってるんだけど、強いやつは戦わなくていい、あの練習しなくていいっていうのが俺の持論なんですよ、その神様に選ばれてるやつっていうのは何しなくても勝てる、だからもう本当になんつうの、才能に満ち溢れてるやつっていう世の中にはいっぱいいて、何もしなくても勝てるやつは勝てると思ってるのが俺の考え方ので、神様から何も与えられてないやつっていうのはひたすら練習だと思ってる、うん、だから弱いやつが練習するもんだと思ってるから、それが礼儀でしょ、強いやつに対する、俺はそう考えるよ本気で、うん、だってあの明らかにさ30何歳で配信しかやってないおっさんなんだから、俺が強いわけないんだから、テレの方が強いに決まってるじゃん、 K1 デビュー当時のあけぼのって何、そう、ましてやさ、あのお金もらってるわけですよリスナーさんから、うん、会場にもう本気の殴り合いが見たいっつって5000円払ってるわけですよ、最低でも交通費もかけてるわけですよ、それはプロとして、あの格闘家のプロじゃなくて配信者のプロとして見せなきゃ、中ちゃんはだつ
アキスタさんに渡す。そういう責任があると思ってる、プロ配信者として。そう、うん、みんなが5000円払った価値があるっていう。まあ試合数で割ったら1000円分ぐらいの価値は作んないといけないよね。どこ怪我したん？いや、もう怪我は全部だよ全身痛いよ、うん、もう肘とかもこんなになってるし、まあこれは打撲だからまだいいんだけど、全然怪我に入らないけど、擦り傷だったらもう拳とかもこんなになってるしさで一番やばいのは、まあドルさんの蹴りは治ったけど、今あの左足のももが、これは全然怪我に入らないけど、あのもうこんな擦り傷が全身だね。今アイシングやってる。あけぼのリングの上でカエルみたいに。そうなの？いやでもね、あの頑張ってるやつを笑うのは良くないよ、うん、そう、頑張ったり努力してるやつを笑うっていうやつはね、戦ってないやつだよ。そう、戦ってないやつほど、自分の人生を戦ってないやつほど他人を笑うんだよ。だから俺はそういうやつはどうでもいいと思ってる、うん、中島みゆきが言ってるでしょ、戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろうって。本当にそうだと思うよ。俺は頑張ってるやつとか努力してるやつとかあがいてるやつが好きだからね。で、そうだよ、バンテージつけてやるけど、うん、皮がずりむけてるだけだから、そのもちろんこの芯みたいなところ痛いけど、ここで当てるんですよ、パンチを。そうそう、だからまあこうやって、だからボクサーはここがボコって腫れ上がるんだけど、あとこれバックブローミスった時に全部ガードブロックされて、そう、そうそう、チャレンジだよ。トライ&エラーっていう言葉があって、要はトライとエラー、要は失敗だよね。トライ&エラーを繰り返した先に成功があると思ってるから、トライしないやつに笑われる、俺を笑う資格なんかないと思ってるよ。本当に人生トライしてるやつは笑わないよ、トライしてるやつは。だから俺は努力じゃなくてトライをし続けてるんだよ。トライトライトライ、挑戦だよ。ファイトだね。今日も練習だけど、今日ちょっと走り込み本当はやりたかったんだけど、足がダメだから、縄跳びできたら縄跳びやりたいなと思ってる。縄跳び買ってきたから、これやっぱりステップが弱いから、うん、あと体力とステップをあのフットワークか同時に築ける縄跳び、もうボクシングの基本中の基本で縄跳び買いました。俺は何目指してんだよ、何になりてんだよもう格闘グッズだけで3万ぐらい使ってるぞ俺。新しいフォロワーさん紹介します。ちょっと待ってね、新しいフォロワーさんが、あれ、フォロワーさん新着か。ロメロさん、山本治さん、慶道英さん、三輪さん、ゆうあさん、愛の言葉さん、たちひこさん、フォローありがとう。試合終わって格闘技は続けないっすよ。試合終わっても格闘技はやらない。ただ、捨て頃にもう一回出るチャンスがあったら俺はやるけど。うん。第二回も、ワド、もう確定だからって言われたらずーっとやる。では、もう来年だろうが、再来年だろうが、ずーっと練習はしとく。うん。だ試合が決まるまでは練習はしないよ。俺の本業はあくまで配信者だから。格闘技で飯食ってるわけじゃないし、格闘家で世界最強を目指してないもん、俺は。そうだね、やっぱその弱点を克服するためにはいろいろやってかないといけないから、そこだよね、ひたすら。どうしようかな、そろそろ練習行く？練習しようかな、今から。
全身痛いけどさ、痛い時ほどやらないと。本当はね、月曜日は休んでもいいかなとも思ってるんだけどさ、もう期間が限られてるわけじゃん。本当は休みたいんだよ。体がボロボロになるの分かるから、スパーリングやると。でもやるんだよね。練習行くか。もうちょっと後でもいいけど。ストイックとは違くないか。ストイックだったら配信回さないと思うよ。配信のネタにしてる時点でストイックじゃないでしょ。うん。元気やる気いわき。懐かしいね。練習すっか。今日ロードワークなしで行くか。ひたすら、うん、ひたすら縄跳び。ストリートファイトはやらない。俺喧嘩大嫌いだから。喧嘩は大嫌い。その暴力が嫌いなのよ。うん、そういうことはしないです。うん、スポーツはいいと思うの。お互いだってもう命いらないって言ってリングに立つわけだから、正々堂々やるわけじゃん。それだったら別に相手が死んでも構わないとは俺は思うけど、だけど、その誰から構わず喧嘩売るとか、誰かを殴るっていうのは最低な行為だから。冬の縄跳びで体に当たっていたさ。何それ。俺だから誰かにストリートファイトとかはやらないです。喧嘩とかも嫌いです。大体さ、その、誰かを殴るっていうのはさ、結局、それ、あれでしょ？子供のわがままと一緒だからさ。うん、自分の言い分が通らないから相手ぶん殴るとか、そういう考え方ってダサいじゃん。よし。じゃあ、今から練習行きます。皆さんお疲れ様です。今から着替えて、練習の準備して、バッグにこういうの詰め込んで、練習に向かおうと思います。ぜひ、応援してくれる人は見に来てください。お疲れ様です。お疲れっす。パルパルは殴って正解でしょ。クズは殴るよ。クミタンお疲れ。うん。この間のお前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。